お疲れ様です。プチチョチです。プチです。マチです。よろしくお願いします。お願いします。ナナミでーす。お願いします。暑い。毎日暑い。毎日暑いし、たまにはリフレッシュしたいよね。何その棒読み。滝に行こう。なんかもう暑すぎて、うん、家の中でずっとエアコンつけとるが、うん、それも寒くてありのままの姿で涼める場所に行きたいと思ったわけ。ふーちゃんは。ああ、マイナスイオンを浴びて。そう、滝しかねえって思って。で、鳥取には前あの YouTube 出したんですけど、雨滝っていうのがあるんですよね。うん、でそこは行ったことあるから、うん、せっかく行くんだったら行ったことないとこ行きたいよねっていうことで。そう、今日はお隣の兵庫県の方に行ってきます。はい、滝行ったり、美味しいもの食べたりとか。ちょっと今日狙っとるものがあるんですよ。おお、食べ物。そうなんですか。この食事は、はいはいはい、行けたら行きたいなと思っております。ブブブブブブチタチ。前回、前々回か、ふーちゃんお生理が来ないよっていう動画あげたじゃないですか。来ました。お、今日で4日目なんですよ。普通に来たんだけど、来る前日から頭痛すぎて立ち上がれない、もう家のこと何もできない、もうタチ君にずっとお任せっきりだったの。うん、しゃあない。うん、で、まあ次の日お生理になって、その日もしんどかったんよ、すごい。で、4日目の今なんですけど、もうやっとこうやって外に出ようっていう気になって。うわ、梨の直売所だ。うわ、すげえ。メンタルがもうすごかったよ今回。本当にもうジェットコースターだったんですよ。タチ君はどうなこの言うて、めっちゃ切れ散らかして、喧嘩もしました。ごめんなさいは、いや、ごめんなさいは言いません。あ、もう帰ろ。やだ。これが出産して数回だけ高齢なんだったら耐えるけど、毎回こんなんだったらもう本当にちょっと無理。女性の皆さんわかるよね。どうしようもできんのよ自分じゃ。だけみんなに教えてもらったルナルナをね入れました。実はキラキラキとかいろいろあって、それを目安にぷーちゃんも生活していこうかなと思います。ということで滝に行って癒されようと思います。はい、こう見えてもぷーちゃん滝好きなんでね、めちゃくちゃ。ああ、滝オタクだな。滝オタク。着きました。はい、じゃあぷーちゃん行こう。行こう行こう。空気がうまい。うん、なあ、あれ見て、あのベンチ。あ、ボード、ボードでできてる。あ、すげえ、かわいい。あー、気持ちいいね。こっちはママです。こっちは？あー、ここから見えるな。うん、まあ行ってみるか。うん、どうした？なんかしたためるやつがあるぞ。書いとこう。何を一丁前に。よかったら見てみてください。わ、これ要注意だ。わ、クマ出没注意だって。要注意だよ。どうする？人おらんし怖いよ。え、じゃあここまでにしとく。ここから見たことにする。なあちゃん、俺しさ、どうする？行きたいって言おうと思ったけど、大丈夫って言おうと思ったけど、保証がないけ、見たことにする。じゃあ、うわー、近くまで行きたかったな。じゃあ次の地へ向かおう。ブーちゃんの滝が。ブーちゃんの滝が。しゃあない。でも空気美味しいよ。うん、いいわ、すごい美味しい。
ふうちゃん着きました。滝行けれんくてずっとそんなんなんだ。美味しいんでしょ、ここ。美味しいもの食べて元気出そう、ふうちゃん。田島牛。田島牛で電気出んかったらもう終わりやで。はい、ここは、村岡ファームガーデンという道の駅らしいです。口コミがすごい良かったんだよな、評価が。めっちゃ多かった。あの、かの有名な田島牛が食べられるんですよ。おぉ。ちょっといくら知れかは知られてないけど。大事なとこやん、それ。田島牛が食べれるらしいけ。でも関係ない、もうプーちゃんしんどい思いしたから。滝も見れんかったし。あ、そうかそうか。うん。はいはい、関係ない。ちょっと行ってみよう。なーちゃんもね、ここでお昼にします。はーい。はい、行きましょう。行きましょう。この一瞬でも後追いするな。なんだって泣くな、あんた。なんか精肉店もねえ。いい、すげえ。なっちゃんの離乳食用の肉買って帰るか。えらい高級だな。まあ一流赤さなき。うち何食べる？うち何食べる？触る気満々や。平日ランチ。ハンバーグセットとかあるよ。うん、定食。すごいいっぱいある。はい、すいません。こんにちは。じゃじゃーん、美味しそう。これご飯でしょ、お汁と。これが田島牛ですね。美味しそう。これなんだろう、デザートがついてる。そしてなんとサラダバーがございました。いただきます。どうぞ。ありがとうね、タチくんご飯あげてくれて。田島牛、うん、うまい。美味しい。なっちゃんうまいって、ママ。なっちゃん食べ終わりました。いただきます。ハンバーグともやったけど、こっちにしてよかった、うん、癒されてますか。忘れとった時のことなんて今。やば。マジでここ着いた時の顔やばかったの。こんな顔でした。じゃあ食べましょうか、うん、うん、なーちゃんはお菓子渡しておとなしくしてます。お菓子欲しい人。それ何だった？あずきゼリー。どう？めっちゃうまいっす。あ、まだ味噌汁残ってた。ミスった。きつ。ポジタジ。お腹いっぱいやね。めちゃくちゃ美味しかったし、皆さんもぜひ村岡ファームガーデンさんに来てみてください。うん、あのね、1万円以上するステーキもありましたんで、あのお金に余裕がある方は。すごかった。僕たちはもう到底買ってレビューなんかできる。あの財布持ってないんでね。食べ終わってメニュー見とったら、うん、1万円もするってなって。で、お土産コーナーでじゃん、梅酒。本格梅酒だそうです。まあ絶対うまい。兵庫県の霞っていうところがあるんだけど、多分そこで作ってる梅酒を買いました。はい、これをじゃん、焼きチーズちくわ。絶対うまいっす。ね、絶対うまい。これで今夜しっぽりやろうと思って買いました。はい、楽しみ。というわけでちょっと走りましょうか。そうね、うん。あ、YouTuber っぽい人がいる。あ、YouTuber がおる。YouTuber だ、あれ絶対。あ、来ましたーのとこやってます。来ましたーってやってる。すげえ。初めて見たくない？絶対あれ YouTuber だっていう人。なお、喋ってる。はい。はい。じゃあ、向かいます。Let's go! はい。なーちゃん、おはよう。ずっと寝とったな。え？笑ってる。
ごじじんさんだ。上見て。上。すごい。ああすごい。これ。ああすごいな。線路です。アマルベ駅っていうのがあって、うん、この上にあるの駅が。すごい。ちょっと登ろう。うん。ああすごい。あ、すげえ。アマルベ鉄橋。空の駅。約40メーターなんだって。あ、すごい。なんか動物おるで。何？ほら。あ、大きい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 。うわー。あ、すげえ、でかい。初めて見た、私こんな大きいカメ。熱いね、ご苦労さんですよ、駅長さん。じゃあカメさん。バイバイ、うん、バイバイ、うん、行こっか、うん、あ、めっちゃ涼しい。ここが前の線路。ほら、ないでしょ。あ、ここが前の線路な。見て、そこ見て。ほら。あ、ほんとだ。ほんとじゃん。そう。だからここも、ここ、線路。わかるかな。確かに線路の跡がある。うん。この鉄板も線路のあれじゃない？うん。なっちゃん、すごいな。イエーイイエーイ。ちょっと歩いてみて。貴重な。その辺で。あ、すげえ。あ、ここで乗り降りするん？うん。こっち？これより先は空の駅です。おー！おー！ちょっと残念ながら、この時間帯は。通らん。あと30分待たんといけないし。そうそうそう。ちょっと暑いけ降りようか。うん。おー！ちょっと怖い。すごいね、兄ちゃん。あれ？どこだったっけ？今僕がどこ歩いてちょっとわからんかえ、あっちだよ。あの、バスの向こうが駐車場。あ、そうか、そうか。すごい、良かったね。あ、良かった、マジで、うん、なんか久々にゆっくりお出かけができたな。お出かけができて楽しかったよ、ふーちゃんは。これで来月乗り切ろうと思います。リフレッシュなった？すごいなった。なんかやっぱお出かけしたかったみたい、ぷーちゃん。ちょうど台風で外出れんかったもしな、うん、ということで、はい、藤田地家のリフレッシュデイでした。いい休日でした。また明日から頑張ろうと思います。はい、ぷーちゃんリフレッシュしてよかったねって思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ベイビー、 ベイビー。アイス。
アマルベなんかクッキーが乗っとる。あ、すごい。いただきます。はい。うん、おいしい。タチ君は抹茶とバニラのミックスです。おいしい。うん。なちゃんお疲れ。じゃあもう帰って寝ようね。うん。うん。うん。笑ってる。